テレサ・リベラ・ロドリゲスは、スペイン・マドリード出身の法学者、弁護士、政治家。2018年には、第1次、サンチェス内閣の環境移行大臣に就任し、2020年から第2次、サンチェス内閣の第4副首相と、環境移行、人口統計大臣を務めている。1969年に、マドリードに生まれ、 マドリードコンプルテンセ大学で法学を学んで、卒業した後、政治・憲法研究センターで憲法法と政治学のディプロマを取得した。スペイン環境省の官僚として勤務する傍らで、マドリード自治大学で広報・法哲学科の准教授を務めている。2004年から2008年には、気候変動局の事務局長を務め、2008年から2011年には、 スペイン社会労働党の第二次サパテロ内閣で気候変動担当国務長官を務めた。2014年から2018年にはフランスパリの持続可能開発国際関係研究所でディレクターを務めた。2018年6月1日に国民党のマリアーノ・ラホイ首相の不信任決議案が可決され、6月7日に社会労働党のペドロ・サンチェスが 首相に就任して第一次、サンチェス内閣が発足すると、リベラは環境移行大臣に就任した。なお、第一次、サンチェス内閣では、閣僚17人のうちリベラを含む11人が女性である。それまでは民間人閣僚の立場だったが、2019年5月21日にはスペイン会議員に就任した。2020年1月13日に第二次、 サンチェス内閣が発足すると、リベラは第四副首相と環境移行、人口統計大臣に就任した。ありがとうございます。